というわけで、ではナイカさん残ってもらって、そうですね、ケンタさんチームまで上がってきてもらっていいですか。おー、ケンタさん、ケンタさん、どうですかこのバトル。決勝、決勝、じゃあ決勝は発祥節の4本でやりますか。いいよ、発祥節の4本勝負でお願いできますか。はい、そしてじゃあ先攻後攻のじゃんけんお願いします。はい、そしてこれ賞金一応ありますんで。よし、賞金あります。先攻で、先攻、じゃんけん勝って先攻。じゃあ DJ ホートゥーキービートの方は、じゃあ本当これ最後のバトルなんで、本当に喉が潰れるぐらいの声出しましょう。いいですか。じゃあ行きますよ、レディー。いやー、ケンシャン、まさかの決勝で会うなんていつぶりの話でしょう。知ってるやつは知ってるけれど、やっぱこの構成景色はヤバすぎ、俺ら硬すぎ、もしか細かすぎて伝わらないモノマネ選手権バリ、うまい話コロコロ転がしてそこに落とす。確かに細かすぎる方もいいが、どうせならモノマネ紅白歌合戦みたいにやるだけだけど、誰かのマネそれじゃダメ、確実に見せてく目の前かけ、落ちたらいてから命がけ、でもかけ出なしでやってくぜ、駆け抜けるこのトラックショー、俺のトラック最高。トラックとトラックショーってめっちゃうまいこと言ってますね。さすがだね。覚えてきな、ここのトラックの上にまたがるぜ日本語ら、ぶち上げに来たんだよ。ロックもパンクもジャズでも何でもいいけどよ、やっぱ日本人の日本語ラップが最強。当たり前だろ、日本語ラップは最高だけど、俺は言いたいヒップホップが最高。世界レベルでいくぜ、国籍言語全部ごちゃ混ぜても、俺基本にあるこの日本語を、まるで日本語バリに武蔵、バリに二刀流で右と左で必殺。いやー、そちらが武蔵ならば巌流島、俺は佐々木小次郎。ケンザさん90お疲れ、ご苦労、瞳を閉じろ。落としていくぜ、やっぱりイケメンっすね。なんか向き合って見られると負けた気がするけど、負けられない戦いがある。確かに俺の方が佐々木小次郎っぽい、だけど歴史分かりゃ分かる、勝つのは武蔵だ、だから俺は武蔵を選んだ。他のやつとは違うぜ、ベランダで海ポト眺めるよりもトラックの上でバトルする方が向いてる。最高、そのセリフ聞けて満足、俺らの戦いは無駄にならない、ここは全ての頂上決戦、来年あそこでやりてえ、みんなついてこいよな、俺らはヒップホップの申し子で間違いない、形式ないものに巻かれるな、常識は常にぶっ飛ばしてけ。確かにあのステージ目指すでかいとこがいい、だけどあそこも足がかり、やるならヤフードームーベルまで行く、それがムーブメン狙ってる、てっぺん天井が違う、限界はここよりもさらに上の上の上を設定、それが俺。時間が終わりないので、社長、はい、じゃあ行きましょうか、行きましょう、ちょっと、ね、いやでも二人とも今出し切ったと思います、本当に。なんで判定を聞きましょう、レイさん、ちょっとお願いします。じゃあ先攻、はい、内科 MC が上がったと思う人、高校、県が上がったと思う人、勝者、ケンさん、ケンマル。上野とかも遊び来てくれたけど、ちょっと最後ちょっとだけ、ちょっと本当にちょっと、本当は台風のせいであれなんで、来年したいんで、この景色を写真撮りたい、でみんな上がって写真撮って拡散しよう。来年もっと熱い MC バトルしようや。上野も来るってよ。来年、今年は
そうですね、ぜひじゃあこのみんなで、そうですね、全然はぁ、よ、ケン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 、聞いてんのかよ。お前、来年絶対ぶっ殺すからな、わしは。人のこと審査とかしてんじゃねえて。じゃあ、上の、前のでも、しょうがねえじゃねえか。金輪際会話しねえから、お前とは。来年も。これで、この真ん中に、透明に。